モンキさ、前に貸した本も汚したりなくした時もあったじゃん。最悪じゃん。そういうところ直した方がいいと思うよ。急に入るんだよねスイッチがね。この本は貸してくれないということですね。貸せない。貸し付け拒否ということですか。めちゃめちゃ似てる。まあ、そういうことかな。どの口が言う。我々は正しいことは正しい、間違っていることは間違っていると世間に示すためのものだったのではないでしょうか。顧客第一、それがあなたのスローガンだったはず。頭取、私頭取じゃないから。人々の暮らしを豊かにする、そのお手伝いをする一員として、この結論を変えるわけにはいきません。この本の貸し付け拒否は断固として拒否するべきです。貸したくない。さあ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 、貸すのか貸さないのか、どっちだ。貸せない。裏切り者が。なんでそんな言われ方しなきゃいけないの。人にお願いするときはそれなりの態度ってものがあるでしょ。小学生でも知ってるよ。急に入るんだよな。それは7文字か。7文字だけど。人に物を頼むときに大事な大事な7文字をねまいしまつら。おねがいします。真剣な。おねがいします。どうしたの。さあ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 、貸すのか貸さないのか、どっちだ。貸せない。お前は日本中の全バンカーの恥さらしだ。最高だ。倍返しだ。やられたらやり返す。倍返しだ。